はい、こんにちは。本日は、火曜日、7日だったかな。火曜日には間違いありません。で、何を撮るかって言いますと、先週の水曜日の朝磨いて、でそこからまあ仕事を終えて、まあ走行して300キロぐらい走って、300、400走って、で水曜日仕事を終えて、で木曜日終えて、金曜日終えて、土曜日終えて、で日曜日休みで、で月曜日昨日終えて、で5日で全く洗ってません。水曜日の朝方磨いてから、あのずっと磨いていません。まあ約1週間ですね。でホールの状態はどんなんかっていうのをちょっと見たいと思います。こんな状態でちょっとここに汚れがついとるっちゅう感じですね。まあこんな感じですね。ちなみにこれは日陰ですね。でまあこんな感じで、こんな感じで、まあ表面は表面ですね。で一回も洗ってなくて、拭き取りもしてませんね。さすがにちょっと仕事が忙しくて磨けれるチャンスがなくて、昨日夕方磨けれたはずなんですけど、ちょっと用事があったもので、結局磨きも拭きもやらずに帰りましたね。まあこんな状態ですね。約1週間放置で、まあほこりがかぶってる状態ですね。このタンクもこれ、でこれ雨にも多少濡れたんですけど、白ぼけもくすみもなく、で今日は磨いていきたいなと思います。まあこれね、紫の王道かけてからの、まあ王のきらめき、これぶっ壊きとうな。でこんな感じの撥水でね、もう撥水効果はね、紫の王道っつったらね、ピカイチですよ。どこの研磨剤にも負けませんよこれ。で湯気が出てますね。湯気が、まあ、ブンブンに飛ばして帰ってきたもんで、ね、そうで、やっと今日磨けるもんね。だけど明日2時半から働くもんで、まあちょっとゆっくりもしとれませんので、いてててて、て指がいて、あ、やっぱりね、洗うとものすごく綺麗ですね。でなんで洗剤をつけないかって言ったら、ホイールがチンチンにあったかいじゃないですか。だからこの状態で洗剤つけちゃうと、まあほんとシミとか赤とかになっちゃうんで、なので僕はもうホイールがあったかいときは絶対に、あの洗剤類とかワックスは絶対につけませんね。でこれで洗い終えました。で洗い終えた後は、まあこんな感じ、白ぼけもくすみもないでしょう。1週間走り詰めで素晴らしいでしょう。これこの効果、この効果、紫の王道、あれはある意味最強ですからね。よいしょっと。でも撥水ってね、実はねあんまり良くないんですよ。これも同じ紫の王道からの、あっちが、あ、そう、紫の王道を買った後に王のきらめきをこうしたのがこれですね。よいしょっと。どうですか、綺麗じゃないですか。1週間磨いてませんからね。ういしょっと。
おーおーおお。落ちてきちゃった。こんな感じ。どうですか、表面のままですよね。素晴らしい。どこの研磨剤にも負けないのが雪のりシリーズの磨き剤ですからね。でとりあえずこれはここに置いといて、でマイクロファイバーを濡らしたので一旦拭き上げます。なぜかというと、そう、水垢になるからです。よいしょ。楽な方法はエアでキュン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 って飛ばすのがめっちゃ楽ですね。でわざわざ僕は自分のスペースからトレーラーを切ってきましたからね。そう、なんでかって言ったら自分のスペースで磨きたいんですよ。だけど自分のスペースで水を使うと下が濡れちゃって中座りで磨かんといかんから、それが嫌で、切ってきましたね。俺こんな感じです。これ日に当たるとピカピカに光りますからね。よいしょ。よいしょっと。これを第1章の動画にして、で第2章から喋ってきますね。最近僕のところに質問がよく来ますね。全く関係ない質問が、霞の青いって何ですかって何ですかって、そりゃ研磨剤売っとる人だよね、うん、研磨剤作っとるって言うけど、うん、研磨剤なんか自分が作れるほど簡単なもんじゃないですから。まず僕でさえも研磨剤作ってる職人にオーダーして、で作ってもらってますからね。個人で作るっつったらそりゃもう何百万も何千万もする機械を買わんというかもんね、精密機械っていうか特殊なやつを。ちょっとやっぱり輝きが薄いな、さすがに1週間走り詰めだと。うん、素晴らしい、なんと素晴らしいことか。痛い、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 膝が最近どいてんだよね。なんでかわからん、膝ってなんか持ってなかったんだけどね、膝がやたら痛いんですよ最近。筋力不足か、それとも筋力のバランスかな。よいしょ。やっぱりね、洗うと綺麗ですよ、ものすごくね。これは霞の葵さんも立派な研磨剤を作っとるでしょうね。いいじゃん、俺が自分の動画で霞の青、あそこすごいよ、商品間違いないよ、つや、そりゃみんなが注目してみんなが買うわけだからね。そりゃ俺は宣伝効果としてはいいじゃないですか、うん、霞の青さん聞いとったらお礼をくださいよ。あなたの研磨剤も僕は評価してますからね、同じ業界なのに。
紹介なんか聞いたら自分の儲けが薄くなっちゃうじゃん、ああだこうだって。まあ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 、僕はお金はいいんで別に。よいしょっと。膝が痛えな、何なんだろう。これが洗う前ですね。洗う前。白ボケっちゅう白ボケない、ないでしょう。で、撥水効果もちゃんとあってね。なかなかのもんですよ。でもね、撥水ってね、みんな撥水撥水って言うけど、撥水なんか、良くないから全然。良くないから。だって撥水があるっていうことはコーティングがかかってるっていうことだもんで、あのそりゃ染みにもなるし赤にも なるし、それがデメリットなんですよ。撥水効果ってこう撥水が残ったところに対してこういう雨染みとかになっちゃうわけだから、そんなもんそんなコーティングかけずに全くなしの状態でバーって流れてくだけの方がシミにはなんないですよ。まあ俗に言うデポジットっていうんですか、うん、になりますね。撥水効果は確かに汚れがつかんし流れるしめちゃくちゃいいけど、デメリットがね大きすぎる。撥水効果はだから僕も自分のこの商品は撥水効果は紫の王道だけですね。あとのやつはもうあのバランスよくやってますね。そうだからどうしても撥水が欲しい、汚れがつきたくない、ああだこうだって願う人は紫の王道が一番いいと思います。でも撥水効果があるんだったらこまめに洗うことも一つの手ですねっていうのは僕は思いますね。どういったやば、膝がね、膝がヒーヒーっていうぐらい痛い。で、僕は何やっとるかって、すいません。タンク拭いてました。タンクが汚く拭いてタンクを拭いてましたね。よっしゃ、でこれで終わって夜6時半ぐらいに家に帰ればいいでしょう。全然で、で10時半ぐらいに寝て10時か10時に寝て4時間寝て仕事に行こうかなと思います。よいしょ。1週間ぶりの磨きですからね、ちょっとワクワクしてますね。どんな出来になるのか。でホイールもあったかいし、ちょうどいいベストなコンディションですね。素晴らしい。1週間ぶりに洗ったってこれですからね。いやマジで膝が痛いな。俺一応整体師なんだけどね。そう
一応僕は整体の資格も持ってるんですよ。そう、千葉県に習いに行きましたからね。100万円で1日の受教料、受教か、1日の料金がね10万円でね、それを10日間、1日10時間、ね、1日10時間、1時間1万円の講義を受けてね、でそれを1日10時間やって、それを10日間やって100万円払って整体の資格を取ってお店をオープンしたけど、接客業が自分には合わなくてやめましたね。マーケティングとかなんだかんだ教えてもらったけど、うん、でまあ400〜500万借金したけど、結局最後270〜280ぐらい借金残して辞めちゃったんですけどね、 お店。まああのいい思い出でしたよ。で今日は痛い、マジで膝が痛い、やべえなこれ。膝痛だな。ほこりがどいっぱいついとるでしょう。こうやって拭いてきれいにしとくんですよ。まあ今日ここはやんないですけどね。あんまりこれね、砂の上から拭くとね、傷になるんですよね。こう結構傷がすごいでしょう。このエアタンクはあの耐水ペーパー全然いいですからね。耐水ペーパーとバーってね、1000万2000万ぐらいでこすって、まあ、仕上げに3000万とか2500でもいいけど、こすってでその上からピカールでも何でも研磨剤だったら何でもいいですけど、こするとほんとテッカテカになりますからね、うん、燃料タンクとかもね。そうよいしょ、ああとりあえずこの第1章の動画は終わりたいと思います。でこれが洗い終えた後です。ここから磨きますね。動画出しますんでお楽しみに。